新井商店の、新井貴弘です。カニカマのカウサレジーナの作り方をご説明いたします。とりあえず茹でたじゃがいもを潰すんですけど、なるべく温かいうちに潰した方がですね、ちょっと変に冷めたりするとグルテンみたいな感じのが出ちゃってもちもちしちゃうんで、もし冷めちゃってるようだったらラップして温め直すといいと思います、はい、で塩軽くじゃがいもの甘みが出るぐらいまでの感じですかね。軽く塩をして、あとはペレの黄色い唐辛子ですね、ペーストを、まあお好みなんですけど、あんま入れすぎちゃうと辛くなっちゃうんで、最初少なめに入れといて、物足りないなと思ったら後から足してもいいかもしれないですね。まあ、あとはちょっとペルー、レモン使いが上手な国なんですけど、このマッシュポテト全体の味というか雰囲気がパッと軽くなる感じなんですけど、これレモン軽く、まあ、なるべく生のレモンをですね絞ってあげます。またはスペインの影響もあって昔からオリーブ育ててるんですけど、ペルーのオリーブオイルなんかもあったりして、これをちょっと入れてあげることによってしっとり仕上がりますね。でちょっとパーティー系のお料理でもあるんで、しばらくテーブルに置いといたりすることがあるんですけど、これをするとパサパサしない、すごく仕上がりも綺麗になって香りも良くなります。これを混ぜていきますね。はい、今使ってるのがもともと北海道のトーヤっていうじゃがいもなんで、若干黄色みがかってるんで唐辛子の量がそんな少なくなくてもこういう色が出るんですけど、まあ、男爵とか白っぽいと、まあ、ちょっと多めに入れないと黄色くならないんですけど、辛くなっちゃうんでそこはちょっと気をつけて、でまあ一番ベストなのはそのさっきの塩の分量で、じゃがいもの甘みが一番引き立つ塩の分量っていうのが見つかると最終的に最高な一皿になると思います。一応こんな感じですかね。全体を混ぜた状態がこういう黄色いマッシュポテトになります。でこれも一回そのまとめたりするんですけど、なるべく冷蔵庫なんかで冷たくしちゃうと、でんぷん化アルファ化してるのがちょっとベータ化しちゃうと若干なんかジャリジャリした感じになっちゃうんで、まあ、この状態で仕上げていった方がホクホクサラサラで美味しいです。はい、カニカマ、まあ、適当に後でその盛り付けた後にカットした時とかに切りやすいような感じでもあったりとか、口に入れた時の食感にも影響してくるんですけど、ちょっと軽くほぐしておいてあげるといいかなって感じですかね。まあ、ペルーなんかだと結構有名なのがその鶏肉の胸なんかを茹でたやつとかほぐしたりとか、まあ、あとはそのマグロも取れるんですけど、シーチキンみたいなツナ缶とか使ったりとかですね、結構マヨネーズと合わせて使うことが多いんですけど、今日はちょっとカニ実際使うこともあるんですけど、ちょっと高いのでカニカマで、若干ちょっとマヨネーズあんま入れすぎちゃうと盛り付けた時に型崩れしちゃうので、ちょうどいい柔らかさっていうか、ちょっと固めな感じですね。あとちょっと軽く白い胡椒とかしてあげるとパンチが効く感じなんですね。こんな感じでいいと思います。まあ、ここに万能ネギとか玉ねぎのスライスとか若干加えてあげてもさっぱりしていいかもしれませんね。いろいろアレンジしてみてください。今日はカニカマでいきます。まあ、セルクルに詰めていきますね。今日は丸いセルクルなんですけど、タッパーとか何でもお茶碗とかでもいいかもしれないですね。でまあ、今回はその4層構造にするので、最初に先ほど作ったマッシュポテトの生地とアボカドですね。最近ペルー産なんかも日本に入ってきてるんですけど、結構いいものができてて、メキシコに次いで日本でも結構販売されてますね。結構朝食なんかでもパンに挟んで食べたりとか、あとそのアマゾンと山岳地帯の中間地点とかで結構いろんな種類のアボカドがあったりして面白いです。ちょっと軽くアボカドに塩をしますね。軽くアボカドの甘みが引き立つ感じになりますね。でそこにさっき作ったカニマヨですね。まあ何層にしてもいいですし、もう
自由にいろいろアレンジしてみてください。一応最後にこの生地で倒してあげると、結構お客さんでもみんな家で再現してるみたいで簡単にできます。もし黄色い唐辛子が手に入らない時とかは、ちょっとマスタードとかいろいろ自分でアレンジしてみてもいいかもしれないですね。レモン入れてあげると本当に爽やかな感じになります。あと僕はトマト煮詰めたやつ入れたりとか、本当にあとほうれん草の色出したりとかいろいろやってますので、あとペレのオリーブの紫色にしたりとか、イカスミで黒くしたりとかですね、自由にやっていきます。何ですかね。それでは盛り付けていきます。あとはゆで卵とペルのオリーブですね。公園行くと大木があるんですよ、オリーブの。こんな感じですかね。こちらで完成です。